バカになろう。バカになるために勉強しよう。バカになろう、バカになろう。バカになるために勉強しよう。バカになろう、バカになろう。バカのふりをして発信しよう。バカになろう、バカになろう。バカのふりをして発言しよう。地球 It is a one space。 ここは誰でも来れるよ。アンダーグラウンド、ローカルから始まる今夜。 Everybody everything one track。この誰かなんて関係ない。幸せを僕なりに want it want it 答えなんて大抵どこにも載ってない。だから one love、 バカになろうぜ。 meet wait wait、 僕らまだバカになろう。 wait wait、 僕らまだ流されよう。 wait wait、 僕らまだ流されよう。地球 it is the one spaceバカになろうぜミックス、バカになろうぜミックス、バカになろうぜミックス、バカになろうぜミックス。月曜プリマ、はい、Thank you。バカになろうぜ2013でした。 Yes。 はい、あのね、焼けちゃってね、顔が焼けちゃう、その人前に出たくない感じぐらい気にしてるよね今、日焼けをそうでもない。いや、ちょっと結構ちょっと来てる。あー、塗ったよかった昨日分かってたのに。やるか、はい、やりますか。はい、今日のプリマ、昨日のレポート、まあそういうことだから、今の、今のそういうことだから、昨日野外で、まあ、ただこれね、日焼け止め塗るの忘れてこれ行ってしまったから、はい、バグダッドカフェザトレンチタウンのイベントで、はい、まあ、昨日いろいろあったよね。いろいろありました、ね、西原さんもそのフェスを取り仕切る側として、はい、あのプロデューサーぶりを発揮してましたけど、 いろいろあれですか、その僕たち の、はい、あのステージに出る僕たちには気づかない、はい、いろんなトラブルが実はあったんですか昨日。トラブルですか。あのラブサファー10周年の時に、はい、あのファンキーマイクがナンバーハッチで、はい、あの油吹いて火吹く人連れてきた時ぐらいのアクシデントあるんですか。あ、それはないですね。ない。昨日まあ割と円滑にイベントは進んで、なんかやっぱね、なんていうんですか、まあ皆さんでも、うん、ね、あの大人な人たちですよね、はい、特にその、まあ、大丈夫でしょうね、あの、まあ、楽屋の ね、楽屋でも本当にあの皆さんその静かに綺麗にね、なんというかそのまあいろいろ出てはりましたけどね、両手使い。ずっと読んでましたもんね。僕はね、ずっと読書をしてましたね。読書ラバダブしに行くんでね、やっぱり。金曜君はその、パン食べてました。パンをね、いっぱい買ってきてくれてたんですよ。で、差し入れをね、多分本人の中ではその差し入れの予定で、はい、いろいろその、なんかハンキューって書いてる袋に、はいはい、はい、いっぱいパン、美味しいパン入ってたんですけど、素材的なやつとかも、そのあんだけの広いとこで、はい、そのいろいろパンを配るっていうのがちょっと難しいなってな、多分キム君思ったと思うんで、はい、ふわっとこうパンね、こう袋置いてるんですけど、はい、まあ誰もそれね、別に手をつけれないじゃないですか、まあですね、一応キム君も小さい声で、はい、パンありますとか、一応ちょっとえ、なんてなんてって誰もね、聞こえないぐらいの感じで言って、はいはい、一応よしみたいな顔してましたけど、一応言ったみたいな、はい、誰も気づいてないからほんでその二人でね、その座って、一緒に座って、はい、君がパンを置いて、君が
パンをね、お土産というか差し入れで持ってきてるキミヨ君に対してね、はい、ヨネさんがね、はい、DJ ヨネさん、僕らの先輩のヨネさんがね、はい、パン持ってきたんですよ、はい、そっちもいや、そのパンは、なんていうの、ケータリングケータリング、ホットドッグアヒージョと、はいはいはい、パン、フランスパンの出汁出ましたね、そう、あれをね、ヨネさんが持ってきてくれて、キミヨ君に、キミヨ君、このアヒージョとフランスパン美味しいから食べやって言って、キミヨ君に渡したんですよ、はい、あれほんで、キミヨ君ももうそのパン持ってきてるのも言われへんからうわぁ、美味しそうって言って食べてるんですよ、ちょびちょびね、はい、ほんで、これはみんなに配ろうかなと思って、はい、僕はもう袋を取って、全部出したんですよ、キミヨ君買ってきてくれたパンをね、でもいろんな種類でもう美味しそうなパンばっかしやったんですけど、はい、多分10個ぐらい、10何個ぐらい、12、3個、結構じゃあ、あったんですけど、でもその配りにくいじゃないですか、言ったらその何十人とおる中で誰にとりあえずそう、誰に何パンをあげていいかも分からへんし、ね、そのもう分からへんから、とりあえず俺食べてて、はい、美味しいな言って、で、食べてる最中に、中野義恵さんがいてて、はい、で、その、はい、あ、弟子ございます、入り入り、弟子、入り、あ、この音一番いいや、この音一番いいや、この音がな、俺はかんねや、おはようございます、この音はかん、キー言うたらあかん、あ、どうぞ、こっちなんや昨日の話しててんけど、昨日の野外のフェスティバルが楽しすぎて、名前何やったっけ若干記憶喪失になってねんけど、手島浩二、おお、ええ名前、ええ名前手島の、まあ、あれかあっちの方の、まあ、あっちやろ矢はつかないおお、そっちか、そういうの好きやわ俺その漢字の話とかしたいその手島君はほんで普段は何してんの、その普段は何を、ドラマですお前がお前みたいなもんがドラム叩いてくれてんのか手島浩二ですイエイ天使、そういえば昨日見てないけど、はい、服部緑地で天使の姿、ね、見てないけど僕ちょっとねいろいろあってんな、ちょっと代打でドラム叩きに京都に行って、あ、いろいろ自分のライブがあったんや、そうです、それは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 仕方ないですいや、これがね、そのサンデー神でトゥーザ手島浩二明日ライブありますけど、はい、明日あるんですけど、はい、もうね、明日僕、テッシーの知らない曲本番で彫り込んだろうかな思ってるんでもう覚悟しといてほしいというか、その、はい、後で何も言わんといてな、聞いてなかったとか言った普段から言わへんけど、聞いてないっすよ、うん、あんだけ言っといて、新しい曲もし明日やらんかったら、それは守りに入ったってことライブ置きに行ったってことやから、うん、それだけは分かっといてくれたらいいけど、明日でも、うん、久しぶりにトリっすもんね、トリね、うん、明日トリサンデー鈴田浩二はトリ、何やるんですか、まあ、ドラムだから、だからそのいろいろ天才バンドの、はい、やってることを、はい、ただ俺が歌うっていうだけキメ君がおらんだけっていういやけどそれマジで1年半ぐらいその天才バンド用に練習せなあかんとかで一緒にサンデーテザコージやってんねんけど、はい、そのでも2人のオファーが欲しいわけよね、そう、2人だけ2人だけのやつも全然いつでも温まってんねんね、はい、俺たちはこっちは、うん、温まってんねん、温まってんねん、でもそのやっぱりその多分今までやったら、はい、まだちょっと言ったら呼ばれたかもわかんないですけど、はい、もうこの天才バードのこの状況で2人で行ってもお前らかいってなるだけやろ、それはあるかもしれないですね、そんなもう天才バードとかあるあるからね、あるからもうね、もう これはもうね、大阪だけでひっそりとねやり続けるしかないっていういやでもまあまあでもね、
呼ばれたら行きますもん ね、 ね僕たち2人は、うん、ドラムとピアノが また全然違うと思うんですけどね。あっだえ例えば例えばどんな例えばそれめっちゃ面白いどんなとこが違うのどんなとこが違うの例えばどんなとこ、うん、いやそれなだからその言ったその玉置浩二で言ったらもっと勝手にキスしたりっていうのがあるわけこの歌ね、はいはい、これがでも夜のヒットスタジオやったら今ぐらいよもっと勝手にでもこれがなんかその場所が変わってあの武道館ぐらいになったらもっと勝手にってなるよこれが埼玉スーパーアリーナぐらいもあったら埼玉スーパーアリーナの時のこのジレッタイとかこのワインレッドの心とかはもう全然違うねん。どう回っていいですか結構。いやもう、もうテンションが全然違うから今からやるけどちゃんと聞いててな。エンダーリア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 ぐらい違うってこと俺らもそうですねそうですねそれぐらい違うと思ってますけど、ね、思ってる、はあ、それはお前それやったらお前もうビーマイベーベーぐらい違うってことそうですねコンプレックス知ってるビーマイベーベービーマイ愛しているのさ苦しいほどって吉川晃司さんとね布袋さんのコンプレックスあったじゃないですか、はい、だから夜のヒットスタジオだったら、はい、愛しているのさ苦しいほどってちゃんと言うんですよ、はい、これがでこれはところ変われば、はい、これ武道館でしたら前やってましたね武道館ねちょ武道館やってたでしょ、はい、あれを見てる限りではですよ、はい、ビーマイベイベイビーマイベイで来てドワイしているのさ苦しいほどひょどって言うんですよちょっとやっぱちょっとテンションがテンションがで全然違うこのね結果でもみんなねやっぱりね埼玉スーパーアリーナではねまた違うこれよく聞いておいてくださいよこれどれぐらい違う2万人超えとか、はい、本当の歌詞は愛しているのさ苦しいほどですよこれ埼玉スーパーアリーナではビーマイベイビーバイブしているのさ苦しいほど歌詞変わってそうダイブしてって言ってますダイブしてビルのさブルオシーヒョードルこれぐらい歌詞が変わってしまうんですやっぱりアーティストはやっぱりねやっぱそのどん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 こうステージ上がっていくとテンションも上がっていくっていうことぐらいちゃうってことやんなそうだから天才バンドとそのサンデーフザッツ講師だから全然ちゃうねんやけどまあ昨日のレポートやねんけど、まあ、手島京都でドラム叩いてでもなんか噂はすごい聞いたはいちょっと聞いて言って言っててその昨日の噂を言ってなんかあの成り腐ってもやったって聞いてあそう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 あのなんかサンデーさんとそうそうそう姫野さんが、はい、あのすごいイチャイチャしてたっていうイチャイチャしてましたねまああれイチャイチャイチャしてたねちょっと1個少なかったのイチャイチャしてたイチャイチャイチャしてたね昨日だってあのほんまになその最初姫野くん最初っていうかまああのアフラ君とかバーンってもうめちゃくちゃ盛り上げてでバグダッドとアフラ君とかやってその次もうキメオ君その次誰どのキメオさんパターンやったっけそのキメオさんサイサイ君行って、はい、で俺の DJ の順番やったな、はい、確かでその後昔ないかなヨちゃん長野のヨちゃんなそのもうアフラ君もぶわー盛り上げてでその時キミオ君が、出て行ってパー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 で赤いスイートピーのイントロかかってキミオ君がふわーって出て行ってる時にそのヨッちゃんとあの2人でヨッちゃんがうわ赤いスイートピーやとか言ってでそっからあったっすねでヨッちゃんキミオ君結構いつも歌ってるねみたいな感じまあ僕は小さい時から知ってるからもうその僕も敬語使えないんでよちゃんにね本当はちゃんとしないといけないんですけどいやいつも歌ってんねんとか言って同じ同業です、ね、そうですねほんで
キュンうわーってなって、キュン君うわーってなって、うん、あの春色のって歌ってるのをずっと見てて、このフェスでね、この野外、まあ、5月といえどももう真夏日のこの野外フェスに普通のグレーのポロシャツ着て黒いデニムを履いてステージ出て行きはったわって思って、すっごい普通やなと思って若干突っ込もうかなと思ってたんです。後で君ちょっと夏やねんからみたいな、夏仕様ちょっとみたいな感じで思っててんけど、よくよく自分を見たら灰色の T シャツ着て黒のデニムやって思ってもうそもそもペアルックみたいなことになってて、もうな、それに俺はな、もうな、言ってもあのブリッジシップハウスの T シャツやねんで、言っても君くんからプレゼントしてもらったやつやねんけど、言っても灰色やから、グレーやから、でもその先に気づいてもってるわけ俺は、袖で見ながら。しかも成り腐ってもちょっとサンデー呼ぼかみたいな空気の話になって行きはったから、はい、これ俺行ったらマジで2人ペアルックみたいなことで成り腐ってもう歌ってる感じどうなんやろなっていうのに先に気づいてしまって俺は。でその赤いスイートピー歌ってはる君を見ながら、うーんと思ってちょっと着替えようかなと思ってんけど、でもその俺ももう読者ラバダブしかないから着替えとか持ってきてなかったから、もうこれだけやなと思って、もうこれはもう思い切って呼ばれたらやるしかないと思って、そので、あの天王寺ガール終わって、髭直し遅れのレゲエバージョンとかも全部レゲエバージョンで終わって、でスペシャルゲスト紹介します、サンデーカメデーってキム君が呼んでくれたんですよね。だから僕ももうなんていうかダッシュしたい気持ちは山々やったんですけど、やっぱりねちょっと恐る恐るペアルックになりたくて、バーン走っていって思いっきりバーン並んでもったら、こいつらペアルックやんけなんなんやろみたいな感じになるんで、ちょっとふわーっと行って、どうもサンデーカメですみたいな、お邪魔しますみたいなテンションで成り草でも始まったんですけど、キム君がそのいやもうこれサンデーさん歌ってくださいよみたいな、あいやいやキム君歌ってよみたいな、でこの一悶着あって、キム君サビ歌って、で A メロがもう君の髪には触れられないよってなるじゃないですか。でキム君がもう君の髪にはって言ってくる。こっちみたいな。もう君の髪にはって仕掛けてくるから。僕も触れられないよって言って、で、キム君がまた夜中の電話もってなるから。できないよじゃないですか。これを延々やってたんですよ。見たかった。同じような色合いの服を着て、なんかね、その噂はね、一、うん、つ間違ってるとしたらイチャが一個足りてないだけですね、それは、はい、あとはどんな、その、あとはまあまあ盛り上がってたとか、まあまあそうですね、あったサンデーさんの読書ラバダブの話は噂されてないの、まだあの前衛的なあんなパフォーマンスの、結構でもなんかいろいろ言ってましたよ。言ってくれてた、めっちゃ。え、テッシー俺の読書ラバダブ知ってる？知ってます。知ってるよ、ね、去年は見たの。去年見たよね、はい、あ、なんか僕カメラ回してたの。そう、あ、すごかったですね。まあ、そうね、やってること去年と一緒やからしれない。だけど本が違うから、本が違うだけで欠けてるレコード全部一緒やから。いや、めっちゃおもろかったですけどね。あの、タクヤがね、バック DJ で、で、タクヤに、あの、タクヤレコードそのままやけど本変えてるわって本変えるわって感じ、本は変えるわって言って、でもそのね、まあ、よっちゃんね、まあ、中野よしえさんの中野音楽教室っていう、まあ、よっちゃんの家のお母さんがやってるピアノ教室に僕もちっちゃい頃からずっと通ってて、まあ、よっちゃんもそこで一緒に習ってたんですけど、まあ、そういう、まあ、ちっちゃい頃から知ってるよっちゃんと久しぶりに会うとちょっと恥ずかしいじゃないですか。ああ、そんな馴染み的な感じですね。やっぱりちょっとね、昔から知ってるから、うん、で、上出君久しぶりやな、相変わらずやなみたいな話からね、楽屋で始まって、はい、よっちゃんも相変わらずやなとか言って、うん、で、その喋ってたんですよ、うん、ほんでやっぱそのよっちゃんが入っていて、その次もうサイ君とか来て、はいはい、サイ君はもうなんていうか、その
古いっていうか本当の大阪弁を喋れる唯一のミュージシャンやねん。だからそのほんまにサイ君と喋るっていうことはその文化に触れるっていうか伝統文化に触れる歴史に触れてんのと一緒やねん。サイ君と喋るということはだからその本当にみんな、まああの人気さくな人なんで、いろいろ喋り、大阪人は特に喋りかけて本当の大阪弁をこのに触れてほしいと思ってんの俺は。で俺もそのだからもうサイ君が入ってきたらやっぱもう嬉しいから、もう今日ももう本当の大阪弁が聞けるからみたいな感じでふわーってサイ君入ってきて、あのマスクね、マスクこう、はい、ちょっとこうとずらして、はい、おー神出君こんにちはありがとうこれこれこれっていう、もう神出君こんにちはほんま今日晴れてほんまに今日良かったわっていう、あのそうですね、神出さんの言い方ちょっと違いますね。そうだ、あれがでもほんまの大阪弁やねん。あの神出君っていうのがあのだいたい朝の連続ドラマ小説で大阪の話の時のナレーションとか主人公の人ちょっと変な感じでしょ、なんか私はほんまに諦めへんのや、ここで私はもう一回やり続けるのやみたいなこと、セリフあるじゃないですか。でもな何何ってなんか変なイントネーションやなと思ってますけど、まあ、あれが本当の大阪弁のニュアンスで、てかその NHK があまりにもその本当のニュアンスに追求しすぎてて気持ち悪いっていうだけで、そうすごいね。でもそれもガチで喋ってくれるサイク。でその何がちょっと一個だけ気になるとこあってんけど、サイクのまあサイクなんかこうやってなんかサイクもこういうペンみたいなの持ってんねんけど、サイクにサイク今日ちょっと読書ラバダブ最後あのサイクじゃない読書ラバダブやってでサイクの出て、みんないろいろやって最後にまたアンコールでラバダブあるから、そう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 、サイ君そう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 、今年は、去年帰ったけど去年今年はそのやってもいいんじゃないみたいな、ほんまやな今年こそやらなあかんとは思ってるけどちょっとなつってグリグリってこう胸をグリグリってしてくるんですよ、こうやってグリグリって、これ多分これ吉本新喜劇の今一番流行ってるギャグなんですけど、グリグリせんのかいすんのかいっていう、知ってます？いや知らないです。これね、それめっちゃすごいじゃないですか。あのスッチーさんっていう人がこう、ね、ちょっと今座長になりましたけどね、このもう一人のこのされてる方の名前を今ど忘れしてちょっと申し訳ないんですけど、はい、この面白い人がいてるんですよ、はい、でその人にこう棒でね、吉本新喜劇ならではの茶色い棒あるじゃないですか、はい、あれでグリグリってこうやってやらんかってするんですよ、はい、ですんのかいせんのかいっていうね、まあ、ちょっとこれ YouTube で見てほしいんですけど、これめちゃめちゃ面白いんで、はい、このギャグをね、なんかやろうとしてくるんですよ、なんかほいほいみたいな。でもそのどっちも分かってないから、はい、そのやり方本当の、はい、ふわっとは分かってるけど、はい、だからそのサイ君本番今日ちょっと残ってよとか言って、はい、ちょっとそれはグリグリとかやってくるんですよ、でも俺もちょっと待ってみたいな、そのもうええからみたいな感じでいまいちと2人で そこだけちょっと昨日後悔してるとかサイ君との楽屋袖裏の話とか、はいはい、今度ね、まあプシンさんとかリョウさんとか、はいはい、まあ、いろいろ入ってきはるじゃないですか、はいはい、プシンさんもね、そのほんまにそのプシンさんが来る楽屋入るだけでうわってこうちょっと一度上がるぐらい盛り上がるじゃないですか、はい、で、リョウザスカイウォーカーさんは割とシュッとこう、うん、でこう座ってはって、で、その僕あのサンディ神出ですとか言いながら初めましてとか、はい、あ初めましてで、はい、昔のねアイトゥアイの話とか、あの、はいはい、リョウさんもアイトゥアイになる前のジャグリンシティっていう、はい、あのとこで働いてたからね、はいはい、ちょっと待ってください、ちょっと またゲスト来たんでちょっとテッシーこっちに座ってもらって、はい、キツネうどんですよ、キツネくんとキツネくんが来るということはもちろんあの入れても戻ってくる10円玉のような人が来てるということですね。今日もまた今なんかさっきまでサングラスかけてなかったよ。ケンジさんおはようございます。ケンジさん昨日とか変わってないじゃないですか。ケンジさん昨日からもう心斎橋にいっぱいの話です。
言いっぱなしです。もう昨日のパーティーは続いてるんですね。サンブレイン長堀にいました。あやっぱり、まあまあそんな、ね、でもいい T シャツですよね。それまた、はい、もう、はいはい、リフレッシュできてないまま、はい、失礼ですけどね。KT さん、じゃあ一応お土産でまたありがとうございます。いつもいつもね、すいません、はい、もう好きなやつですね。じゃあみんなさん、みんなで乾杯しましょう。じゃあ私どれがいいですか。あ、僕、あ、じゃあ何でも黒いのがありますけど、あの好きかな、あ、はい、ちょっと一応じゃあ、KTR さんときつねうどんくん、停止ということで乾杯しましょう。疲れっす。2人一緒にいてるってことは、やっぱり今日もスタジオに入ってた時に、あの最近なんかね、KTR& きつねうどんっていう、はいはい、あのユニット組んだらしくて、やっていいのかな。明日スロータイムコミュニケーションで、うん、あのライブ、ね、2回目になるのかな。堺で1回やってて、で明日このユニットになってからは2回目のライブ、2回目です。コンパスでやりますけど、そんなに興味湧いてないんですよ。そんケイさん、OK です。 A もらいました。キツネ君のでもドラム叩いてるところを見れるっていうのが、ドラムでやる。あ、ドラムやるんですか。ドラムやる。それはね、トラベルではね、パーカッションなので言っちゃいましたけど、ウォッシュボードとかをね、着てやってはりますけど、まあそもそもドラマ、いや、そもそもパーカッショニスト。あ、ほんだ、もう言ったらドラムたんまに、あのマネースパイダーとかではドラム叩いたり、叩いたり、あ、まあ、あの8ビートできるぐらいのね。じゃあこれはちょっと新しいチャレンジ的なことなんですね。はい、新しいことをするのはスロータイムコミュニケーションって思う。これちっちゃいないですか。うん、はい、ケイさん、ちょっとケイさん、それいつも言われてます。ふっ、OK です。ふもらいました。もうその最近ね、もうその KT さん、KT さんとか、その KTR さんとか、加藤さんとか、はい、みんなその、いろいろ呼び方が、はい、あの、いろいろ増えてきたんで、KT ちゃんっていう、あ、かわいい、かわいい、あの、言ったら、あの、最終的に KT ランドを、あの、作れるぐらい、あの、KT ランド、はい、あ、めっちゃいい、面白い、あの、まあ、作りたいですね。そうですね。大きく、夢を大きくってことですか。KT ちゃんグッズとかを作って、KTC とかができるぐらい。KT ちゃんっていう風に、もうみんな呼ぶように。めっちゃでかいっすやん。大規模っすね、もう。C まで行っちゃったら。うるさい。うるさい、お前は。たまには言う。大変ですか。いや、だから KT ちゃんにしますよ、今日から。いいですか、呼べます。ケイティちゃん、ケイティちゃん言わないでしょ。コージ呼べる。お題見てましたよ。コージちゃんは呼べる。ケイティちゃん、いや、まあまあ先輩やんね。先輩、先輩、そういう意味や、そういう意味でしょ。先輩っていう意味や、ケイティちゃんは。だからケイティちゃん、ケイティちゃん、もうケイティちゃんでいいと思う。そのキティちゃんって言うのと一緒やから、キティちゃんって、キティちゃんと言うの、ケティちゃんって言うの、ケティちゃんにはちょっと若干モテるかもしれないですね、その方が。女の子にはモテるかもしれないなっていうことですよね。そうですよね。お前誰や。名前なんつう。もう加藤拓夫、41歳でございます。あ、もうそれケイティちゃんでいいけどな、そこ。どう考えても、そうですね、うん、どう考えてもや。いや、こう旗から見てたら分かるんですよ。もう全然、ね、うん、発することがもう僕ダメなんで。ダメじゃないですか。だからもうアクションで、人生を送っていこうっていうことにしたんで。ケイティさん、1行ぐらい面白いこと言ってもらってます。キミオ君にも言われます。今日、あの、この間サングラスされてつぶされました。なんか今日ツイッターで見てて気になって、ケイティちゃんにあのお昼ね、メールして、ケイティちゃんなんかツイッター見てたら、ケイティちゃんなんか怒られたりしてるけど、ケイティちゃんなんか俺、東京行ってる間に何かあったのみたいな、それなんかで、メールして、じゃあケイティちゃんが実はちょっといろいろあのシャングリラで、前で見てて、ちょっといろいろ問題起こしてしまいまして、
もうなんか反省を深くしておりますみたいな、なんか固いメール来て、いやほんまやな、これなんかあったんちゃうかなと思って、でそれもうちょっとツイッター見てたら、あのテッシーが謝りましょう大阪キャストでっていう若干滑りつつあるそのツイートが、ツイートをしてて、そのなんか大阪キャストを、あ、その前の話あるんですよ、僕は。それはまだ違う話だ、ちょっと違う話で、こんがらがってんの、ほんなら、まあ、シャングリラはシャングリラで、ちょっと いろいろあったの、あ、加藤さんはね、はい、あの悪くないんですよ、うん、本当は。じゃね、なんかあの全然知らない被害者、被害者の一人、被害者の一人、うん、全然知らないファンの人に、うん、あの全然フォローもしてない人に言われたんですよ、あなたは悪くないですって、うんうん、で周りが悪いんです、だからもう最悪なあのことをやってすごい気が悪くなりましたっていう。今ねもうね次の大阪のアーティストの特徴のとこ入ってるんで、はい、あのケイティちゃんのとこぐらいから一応線引いといてあもうこれ一応ね大阪のアーティストの特徴を特徴にした人ですから、はい、そのテッシーに大阪キャストでって言われて、うんうん、その翌日から、前に、うん、そのなんかあのバーベキューしながら野外でイベントしたいみたいな、まあ、だから言ってて、うん、僕が、あ、やりましょう、うん、大阪キャストでやりましょうっつって、うん、はい、で言った次の日になんか、ちょ、一回ごめん、大阪キャストは大阪城で会ってる、あ、会ってます、会ってる、で次の日大野さんと飲んでたらしいんですけど、大野さんに、うん、大野くん、あの大阪キャストって場所知ってるって今日グーグルでめちゃくちゃ調べてるけど俺にも言うとって全然わからない、なんかテッシーが大阪キャストでやりましょうって言ってる、どやろうって言ってるけど、どの箱やろあ、箱を探してそうそうそう、大阪キャストってわかなんかでそれで俺、じゃあ初めね、キャストってテッシーから来てんけど2秒ぐらいで分かった俺すぐ分かったけど、大阪城やな、うん、キャストのちゃうのって、大阪キャスト、キャスト、大阪キャスト、グーグルでずっと調べて、めっちゃキャストを調べる、キャストをうって打ちました、キャストうーな、じゃあほんまに、いや、ケイティちゃん、あの、よく考えてほしいんだけど、俺たちには安田くんっていう人がいてるじゃないですか、ヤフー、グーグル、ヤスさんっていうの安田くんに聞いた方がほんまにグーグルとかヤフーより早いっていう、あの安田くん言ってるじゃないですか、安田くんに聞いたらいいんですよ、わからないと、まあ、そうしましょう、はい、で電話しますね、すぐ、うん、すぐ答えてくれるから、はい、でも、それでそれで、まあまあ、その、まあ、そのくだりがあって、で、僕はだからその大阪キャストで謝りましょうみたいな、うん、キャストを調べてたっていうのがもう面白いなそのくだりが分かったら面白いよね、それがまたキャストって伸ばしてたでしょキャストって棒やったでしょ、うん、ウーかな思ってウに書いたりとかしてました、ね、キャストウーちゃうかな思って、大野さんは僕と付き合い長いから、はい、そのあのテッシーは赤そうみたいな感じで、あのそう言い発音でキャストを言っただけやと思うよみたいな大阪キャッソあったかな、あったら特徴がで、シャングリラはあの加藤さんは、まあ、前の方で見ててで真ん中ぐらいにちょっとまあ騒がしいお客さんがいて、うん、で いろいろ盛り上がって、うん、で加藤さんの帽子とか眼鏡を舞台にこうバーン投げてたり、うん、でそのスイートピーとかこうしっとりやってる曲中にその真ん中らへんのお客さんがちょっと大きい声で喋ってたりとか、キメさんにまあヤジ飛ばしたりとかしてて、はい、でその帽子を投げたり眼鏡投げたりして、それ加藤さんのやつなんですけど、そこに一緒におったから、おったから、ね、でそのそういう知り合いなの、知り合いの人に投げられた、友達とかですけど、僕ちょっとそうやったからちょっと後ろにおったんですよ。だけど見つけられて引っ張られて、あ、そう、そんなもんね言うて、うん、前行けみたいな。いやでもケティちゃんでもケティちゃんってそういうみんなのマスコットなんだから、やっぱりそういうとこにいてると変に問題が起こってしまうから、もうシャングリラできんですそれも考えました、できんにします、キー君に後でメールしときます、キー君にめっちゃ怒られてるね、でも全部めちゃ謝っといた、謝っといたっていうあれですけど、まあ被害者でもある、う
被害者でもあるし、よくわからん感じあるけど、俺全部そのサングラス割られて帽子も着られてるのにめっちゃ怒られて、めっちゃ怒られて、めっちゃ謝ってんだよ。そのまあ見た目があれはでもあれは違うでしょ。あれだから本番中に木村さん切ったんですよ。あ、ちょっとハサミ持ってきて言うて、はい、あれはそれでいいもんね。パフォーマンスとして最高。柳井くんが持ってきましたけどね、ハサミ。それだって柳井マネージャーやそれはだって君の君の言うことは聞かないから、ね、道具持ってるよ。だいぶ探してたんですよ。10分ぐらいで出てきたんだ、ハサミ。だいぶハサミを、うん、ちょっと、はい、KT さん、酸素吸って、酸素、酸素吸っちゃう。自由に吸っていいから、酸素。出しすぎました。平等やから。一遍出しすぎた。いや、けど、そうなんや。まあ、なんか俺見てないけど、あれやけど、まあ、いろいろあって、最終、全部その、責任は KT さんに、そうそう、一人で、なんかね、そういうキャラやから。そうもんね、まあ、撮ってくれたし。KT ちゃん、でもそれは、もうその、絶対、前に出た前、その、そこそこだから有名な人なんだから、そういうとこにいなかなかもう行けないってことですよ。わかりますか？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 わかります。おし、だから例えばそのなんていうか、まあ大阪でいうところのまああちゃこさんとか言ってるじゃないですか。あちゃこさんがトラベルのライブ真ん前で見ててもおかしいでしょ、それは。なんか、あちゃこどうしたん、どうしたん、行き過ぎっすね。行き過ぎやそんなまんまや。あちゃこサングラス黒すぎてどこおるか分かってんのちゃうかみたいな感じあるじゃないですか。あちゃこさんがキメクの前でうわーってやってても、いやそれはいや、それは僕もそうじゃないですか。まあそう、それと一緒ですよ。だからケティちゃんももうそのシャングリラできん、分かった、もう絶対、あの新大阪ぐらいから見といて遠い次のめっちゃ遠いトラベルとしちゃだらの顔を超えるんや、あれ、あのイベントは新大阪から。あ、でもそれめっちゃ感じましたね、うん、あれチケット代が高いから、うん、はい、そのお客さんの層が、まあそうですね、また違う、また違う、ね、同じ風に見えちゃってるっていうところが反省しましたね、うん、混じっててわーってなってるんですけど、うん、来てるお客さん、オッケーじゃあとりあえずこの大阪のアーティストの特徴はね、オッケーですね、もうオッケーです、もういいんじゃない、それはオッケーです。だからその ケティちゃん、今日KTR さんがケティちゃんになったっていうのがあの特徴ですよね。あの大阪のアーティストの特徴として名前が変わってしまうっていうね。あちゃこさんもね、もうあちゃこグッドマンから始まって、あグッドマン、あちゃこマイノリティになって、あちゃこプリーズになったんですけど、ただでも一個実はそのよくわからん名前も途中ね、入る時代があって、V 浜本ってなった時ありましたね、芝居とかやってる、急に、ね、急に V 浜本ですって言い出して、あちゃこさんがなんすかあちゃこさん、あちゃこさん多めにあちゃこさんって言って、なんすかあちゃこさん、それはね、なんで俺今日から V 浜本にしようと思ってで急にフライヤーでも V 浜本にしだしてわかんない、その浸透させようと思ってグイグイ駆け出して自分で、うん、V10 浜本って書いてたんですけど、1年ぐらいで諦めましたけどね、あちゃこさんは。その V は何やったんですか？なんか、あの V サインの V って、自分では言ってましたけど、その嘘やと思います、それは。なんかいろいろ、多分、いろいろなんか思いがあるんだと思いますけど、まあ、本名は浜本さんなんでね、あのあれなんですけど、キツネ君、キツネ君はずっとキツネうどんな、あのね、これも、もともと名付け親は、うん、当時小学生の黒人の女の子が、うんうん、お小学生の黒人の女の子が、お客さんでね、僕美容師で、はいはい、美容師のね、はい、で、その子が僕はキツネ名やから、うん、おいキツネキツネとかって導いて、うんうん、言ってその子が言ってたんです。その子が小学生の女の子が僕にキツネ、おいキツネキツネキツネってキツネシャンプーしろやめっちゃイキってるよ。それ黒人の小学生のハーフのね、ハーフの女の子、見た目は完全に黒人なの。ああ面白いなそれで、その子がなんか小学生から、うん、なんかキツネキツネって言ってたら徐々にこうキツネうどんとかなってきて、うん、まあ増えてキツネうどんって言ってる時に、うん、あのマネースパイダーのリーダーのキャプテンが、はいはい、
キャプテンが変更のキャプテン、はいはいはい、キャプテンがもうキツネうどんいいやんつけて、そっからキツネうどんになって定着していって、まあじゃあもう10年ぐらいはキツネうどん、そうですね、10年歴ですね、キツネうどん歴10年、まあなんかずっとそうです、はい、覚えられるしええかなと思って、うん、その時ちょっとカッコ悪いけど、どっち、その僕はキツネくんって呼んでるけど、そのうどんちゃんっていう人もいるんでしょ、うん、うどんくんとか、うん、そのキツネくん的には どっちがいいの、その本来、いやまあどっちでもいい、どっちでもいい、そんなそれはどっちでもいいよね、あんまり思い入れないんで、ないのないし、そのそうどっちでもいいなんです、どっちでもいい、うどんとキツネどっちでもいい、たまにタヌキで、なんでなんでなんで、たまにタヌキとか言う、ケティちゃんケティちゃんが連れてきたね、お友達の人ボケてはりますんで、あのケティちゃんよろしく、僕は、うん、浜ちゃんって言いますちょっと本名よ浜ちゃん、浜ちゃんもでも、でも最初俺もあの浜ちゃんとか浜さんとか呼んでたと思う、キミオくんも浜ちゃんって言うし、言いやすい、だからテッシーも浜ちゃん、浜ちゃん浜ちゃんって呼んでんのそのこっち、お前めっちゃケティちゃんって言わんか、先輩や先輩やのに、あの浜ちゃんって呼んでんの、そうです、でケティちゃんもじゃあ言ってあげてよケティちゃん、そう、それさっきからそれ思ってた、いやいや浜ちゃんって言うのに、言うのにケティちゃん言われへんのかい、あ、ね、浜ちゃんってケティちゃんの2個下ぐらい、いやそう、2個下、2個下、2個ですかね、浜ちゃんだ、キツネ君の俺がまた1個下、2個下、2個下、2個下、キミオ君と同いです、キミオ君の1個下、あ、じゃあ3個違うんだ、3個下、キミオ君と俺は高3と高1で、あ、キミオ君、キミオ君が高1の時、高3やったのがキツネ君やねんな、本校八尾で、本校八尾でそれ話したら多分あんまり、キミオ君はちょっと、キミオ君ちょっとあれだほんま、キミオ君 の高校の青春時代はほんまに真っ黒やったからっていうのも踏まえて、でもおとなしかったんです、でも知ってんねや、キツネ君、そのこうかぶってるし、まあお兄ちゃんもおったしみたいなことで、キミオ君のね高校の時にすごい、まあでもそう考えたらケティちゃん呼んであげて、チェケラ講師、ケティちゃん、はーいで、手島講師はチェケラ工事っていう名前チェケラ工事解明したい、解明するんで言います、言います、まだかい、まだね、今ちょっとその、ほんま、ほんますか、パイロット版っていうか、まだちょっとやんわりやんわり広めつつあるんですけど、その来春ぐらい、マジでチェケラ工事で出るようになってます、すごいチャラいキャラクター、あ、いいですね、になってしまうんで、ちょっとね仕方ないんですけど、こんなそのなんていうか、そのウドの大木みたいな精神の持ち主の真面目な、でもなんか出会った頃もっとチャラかった、チャラかったね若い時チャラかった、だんだん難しくなっていくよね、なんか男の人ってなんでこんな、うん、もっとそのすごいチャラかったのに、チャラかった、なんか今なんかその一番どっしり構えてるみたいな空気出してるけど、お前の若い時めちゃめちゃチャラかったっ ね、当時の彼女もチャラかったっ、それはほんまにキツネ君しか言われへんわ、その話それはでもだからそのチェケラ工事になった瞬間から KT さんが仮に思いっきり滑ったとしても、はい、チェケチェケーってずっと言ってくれるんで大丈夫です、大丈夫です、めっちゃいいじゃん、めっちゃいい人、いい人です、得やね、得な人になる、うん、安心した、まあいいんじゃないですか、だから名前変わるっていうのが、まあ、大阪のアーティストの特徴を教えてください、終わりました、最後じゃあ、サンデーカメディの曲解説コーナー、これはでもね、もうね、あのね、募集してもらっていいですか、また、はい、その踏まえてなんですけど、募集のことを踏まえるとしたら、はい、今何ビューですか、今41、21、まあなんかそのちょうどいいぐらいですよね、なんかそうですね、僕らすごい、あの盛り上がってますけどあの、はい、ビューとしてはあの平均値を見てますよね、そうそうです、ね、はい、でもあの待ってる間にちょっとおのおののね、あの明日のマスロータイムコミュニケーションで明日もうキツネウッドケディちゃんは何をすんねんっていうのをちょっと僕らも2人でね、はい、出るわけですよ、そうです、ね、
ドラムとピアノ、はいはい、そのケイジちゃんはギター、僕はギターで、ボーカルでドラムで、うん、若干ちょっとバンドですよって言って、うん、似てるよね、編成が似てるよね、はい、そのケディちゃんの普段の曲をやるんですか。普段の曲をちょっとアグレッシブな感じに仕上げたような感じで、ちょっとね、かなっていう感じ、あのまあケディちゃん、僕ね一番ケディちゃんの好きな曲を今日もね聞きたいんで、大丈夫、ケディちゃんちょっと、まあ明日どんな感じに仕上がってるかわかんないですけど、ケディちゃんとりあえずね、ポール先生体調悪いんで。ポール先生が体調は悪いんで、あ、ケティちゃんね、多分昨日ずっと家帰ってないんで知らないかもわかんないですけど、あ、そうですね、あのポール先生ちょっと体調悪いんです。あ、なんか聞きました、土曜日やったんですよね、本物のライブで、ちょっとやってもらっていいですか。じゃあ、はい、お願いします。じゃあ捧げます、一生懸命作ってきました、ポール・マッカートニーさんに捧げます、昨日作りました、聞いてください。あなた、ノーではないですよね。イエスですよね。イエスです、イエスです、イエスです、イエス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 。俺はいつもイエスだぜ。イエスだぜ。成功ですね。このもう素晴らしいですよ。これ、これも100年後も残したい、あの歌謡曲に入りますよ多分。はい、来ました。石田さん、まだ来てないですか。じゃあもう、え、僕ないなら手島からもらっていいかな。あ、いいですよ。じゃあ浩二、曲解説何する？サンデーさんの作った曲でいいよ。遠距離恋愛、遠距離恋愛やります。遠距離恋愛はね、いや、ちょうど遠距離恋愛してて、え、今その当時、その当時、その当時、あのシャカリキコロンブスで時代ね、ライブした時にちょうど遠距離恋愛してたんで、ちょっと思い出すから、ちょ3人ですごいちぐはぐトークを繰り広げてほしい。僕はキミオ君のお兄ちゃんとニューヨークに行った時に、それは聞きたい、みんな聞きたい、聞きどんどん行ってよ。ニューヨークとロスとサンフランシスコに行ったことがあって、キミオ君のお兄ちゃんと2人で、知らないですね。それなんでなんすか、どういう、めっちゃ仲良かったの。あ、そうです、仲良くて、めっちゃいいマブダチっすよね。しかで、ニューヨークにもロスにもサンフランシスコにも、うん、キミオ君の親戚がいるんですよ、住んでて、で、行く先々でその親戚の家に僕も泊めてもらって、その家の掃除とかしながら、はいはいはい、泊めてもらって、はい、子供を幼稚園に朝送ったりとか、結構いたってことですか、じゃあずっとって言うても、はい、2週間ぐらい。ああ、でも結構行ってますね。で、ニューヨークで、あ、はい、ロスで、その割と年の近いいとこのお兄さんが住んでて、はい、今日せっかく来てるから、はい、女の子がおる店に飲み屋に連れてったるわーって言って、めっちゃ俺らテンション上がって、はい、そのもうイメージするのは白人の女の綺麗なお姉さんとかが、うわ接待してくれんねやと思って、そのキメコのとこのお兄さんが車で連れて行ってくれて、で
ドーンってと開けたら、はい、お店入ったら日本人とフィリピン人しかいない。あーそうですね、スナックで日本人街みたいなありますもんね。でフィリピン人のホステスにサザン歌わされてロサンゼルスで好き役者こっちがさんちょっとせっかくアメリカまで来てるのにそういうなんでなんでやねで来てる客が全員日本人のサラリーマン、はい、サラリーマンいい時代やな。でもってよなんかバブルの後のぐらい90年代の 90年代ですね。すごいねすごいね。結構前やね。結構もう20年近く前かな。17年とか。キミオ君のお兄ちゃんはよりキミオ・レイタロウをキミオ・レイタロウにしたのがお兄ちゃんで、多分そうやね。キミオ・レイタロウをより研ぎ澄ますとお兄ちゃんになるでね。キミオ君のお兄ちゃんはずっと俺弟より歌うまいからって言っていつもライブしてたよ。うそや音楽やってたってことですか。やってたんだ、ね。高校の文化祭でもライブして、この話ほんとね、このお兄ちゃんの話とか言えるのもキツネくんしかいないから、僕も見たことないです、お兄ちゃん。あ、そうなん、はい、でもちょっとじゃあ遠距離やね、はい、この駅を過ぎたら君の住む街が見える。ここまでしかちょっとコード拾えなかったんですよ。遠距離恋愛はこの駅を過ぎたら君の住む街が見える、ざわめく気持ちもララララ片道5時間の旅さっていうのは、その、僕はだから高校、2回目の1年生の、17歳で高1の時にの夏休みに、お母さんの実家の大分県に帰った時に、たまたまいた不良グループの女の子のボスの女の子と、知り合って付き合いだして1年ぐらい遠距離恋愛したという のお話、その後々思い出して、その、だから君の住む街が見えるざわめく気持ちもラララブで、これもこのまた冬休みになったらまた行くわとかっていうので、もう普段でこっちも高校生なんで大阪で、でその電車に乗って、新大阪からまず小倉まで行って、小倉までだいたい2時間半で、で小倉から、大分県の佐伯まで行くのに特急で2時間半か3時間弱ぐらいであって、まあ、5時間ちょいぐらいの片道5時間の旅さなんですけど、そのまあそのこれ前も言ったかもわかんないですけど、その子はもうね薬師丸ひろ子みたいなことで、このまま何時間でものぐらいのセーラー服と機関銃な彼女やったんですよ。その本当にその本当のそういう人のお嬢さんで、そのもうその知り合った日にもうその人その人の家にも招待されて、あのうちんち行くけんってなって、行くってなって、ああいい、ね、ついて行った時にもうすごいでかい家の、もうその時まで分かってないですよ、分かってないです、うん、とりあえずその子がこいつうちに連れて行くけんって、女の子、まあ、集団の手下の子たちに、うんうん、まあ、何人かに言った時のその女子の手下と思われているその女子の集団は、こいつ連れて行くけんって言うけど、アネさんですって言ってた。アネさんですって言ってた。アネさんですって言ってた。でもそのアネさんはもうそのほんまに普通のショートカットの黒いボブのもう背の低い普通の子やねん。けど明らかにその変なオーラはあんねんけど、それ周りがもうピシッてなるから、その子来たら。でこいつ連れていくけんで一緒についていって、その、まあ、家に行くまでにちょっと一回喫茶店行くじゃってなって、喫茶店行って、その一目惚れとかあるっちゃねって言われて、
まあ、あるかなとか言ってある、あるっちゃあるっちゃ考えです今それっちゃって言われて俺にみたいなそっちゃかわいいかわいいや方言ちょっとやばいでやばいコーヒー飲むっちゃってなってその2人でアイスコーヒー2つみたいな感じででそのそこから1時間ぐらいずっとお互いのそのなんていうか経歴というか、はい、普段何してて何してるかみたいな感じまあ高校生で、はい、その留年してるのをちょっと隠してしまってあまあでもそうですそうなんかやっぱりそのそ学校では留年してても上根君めっちゃ面白いなみたいなとかいう、うん、一応そう思われるように生活してたんですけど、うん、ちょっと知らないとこでは無意識に隠してしまって、いや高校2年生でとか言ってでそれが後々すごいなんか問題になってきてその半年ぐらい1年近く付き合ったかなってその人1個上やってもうその時高3やってでほんま俺高2の8だけど留年してるから高1でそのうちそのずっと付き合っていく中でもう高校卒業したら大阪に行って大阪の専門学校に行って一緒に暮らすっちゃっていう話になっててめっちゃ早いですね展開がそうやねじゃあじゃあ付き合っていく中でやで、はいはい、半年とか付き合って、はい、そのなんかもう大阪に住むっちゃ、ね、そういう感じで一緒に住むっちゃってなってんけど、はい、そのじゃあその1年は、うん、食べさせてやるっちゃみたいな、うん、高校生だけんその、はいお前食べさせてやるっちゃみたいな感じやってんけど、まあ、でも一緒にバイトして頑張るっちゃみたいな話になっててんけど、はい、そのまあそれ違うわけもうまだ1年生からそうそうあと2年でその留年してんのも言われへんしまずそのテンションついていかれへんしそのまだ俺こいつやしその急に一緒に暮らしだして、ねね、なんかその現実味が全然わけへんくて全然部活してますし、うんバイトしてるし、あの欲しいバイクとかあるしみたいなそういうのもあって、だんだんその心が離れていきながら、冬休みにもう一回、2回目かな、その2回目というか、夏休み、冬休み、まあ、でも2年は付き合ってなかったから、なんかのきっかけで帰ってというか、お手に行って、で、最後にその気まずいながら、もうちょっと、やっぱこれなんか別れたいみたいな話の中あまあでもそうっちゃねみたいな感じやったけど最後その大分県のね佐伯駅のねあのまあその田舎の駅ですけど最後こう特急がね日輪っていう特急がやってきて8時50何分ぐらいの朝ので僕それ乗って大阪帰るっていう朝にね僕もリュック背負ってねあのホームで待ってたらやっぱ来てくれたんですよ、はい、でその切符ね、入場券だけの切符をすぐ買ってバーって走ってきて、はいはい、ごめんなみたいな感じで、はい、で僕はその特急に乗ってまだその当時古いね今のなんかそのなんとかソニックとかそういう特急じゃなくて、うん、本当にその鉄郎が乗ってるあれと一緒あの銀河鉄道39のあの感じやねもう四角い椅子やねでそれ乗って一応こうバチンってやってバチンって窓開けてほんでその顔を出してあのごめんなって言って帰る時にあのその子があの走ってあのバイバイちゃーって言ってこううわーって走ってこうごめんなーみたいな感じでバイバイってなってその駅を出たんですよで駅を出てちょっとまあ僕見てたんですけどその駅が終わって違う景色になる瞬間ぐらいに外でその不良軍団たちもずっと僕のね乗ってるという列車に対してずっとこうしてたんですよこれマジっすよ11人ぐらい多分うわそんな11人やわわわわわ大体11人や現実的にそういう話だからそのまあ甘酸っぱいねなんかそう、うん、大人になろうとこう頑張ってた時の話が遠距離恋愛でちょうど0時になりますいや今日じゃあありがとうキツネ君でしたありがとうございますケティちゃんでしたケティちゃん、後々チェケラコーチになりますテシマでしたサンデーでした月曜プリマありがとうバイバイ